はい、フリーライターの今一生です、えー。このチャンネルは子供を守ろうという趣旨で運営しています。えー、ね、今日もちょっとジャニーズ問題を掘り下げます。動きがあったんでね。さて、えー、皆さんもご存知のようにですね、えー、BBC の2回目の、えー、放送が今日、えっ、ーえーえー、とさ今年3月30日に行われて、その番組に出た東山スマイルアップ社長が。 えー、その後でですね、えー、BBC のあ、あのー、放送には、まあ、偏りがあるとかね、えー、言ってほしい伝えたいことが伝わらなかったとかね、まあ、いろんなことをこ BBC に対して抗議したわけですねでその抗議に対して BBC が叱るべきタイミングで、えー、返信するということで、えーまあ、今回正式回答が、えー、発表されたので、えー、その話をまず最初にします。 えー、オリコンニュース、ね、オ,リコンオリコンはいつもジャニーズの,仲間あの味方をしていますけれども、えー、5月4日土曜日の記事です。BBC スマイルアップに対して声明「私たちは自らジャーナリズムに自信を持っています」っていうタイトルです。ね えー、イギリス公共放送の BBC は、えー、5月3日公式 X アカウント BBC ニュース広報局などを通じスマイルアップに対する声明を公表した BBC のドキュメンタリー「捕食者の影ジャニーズ解体のその後」をめぐるもの「スマイルアップは4月25日に本年3月30日 BBC による「捕食者の影ジャニーズ解体のその後」本以下本番組といいますが放送されましたが 弊社社長のの東山の隆之の取材映像部分における被害者に対する誹謗中傷に関する発言部分は実際の東山の発言の趣旨とは異なって放送されており本番組の放送後東山に対して誹謗中傷を、えー、助長しているなどといった誤った違反が数多くなされている状況にありますと説明。さらに、 本番組の放送後、本年4月10日、本番組の制作担当者であるモビン・アザー氏及びめぐみ・インマン氏が、日本外国特派員協会での記者会見以下、本記者会見といいます、を行いましたが、本番組の取材の一環で、漁師に面談した被害者の方々以下、当該被害者といいます、に関する漁師の発言により、当該被害者は誹謗中傷にさらされる状況に陥っており、 当該被害者の人権が侵害されたものと言わざるを得ない状況にありますと訴え BBC に対して厳正に抗議するとともに訂正と謝罪を要請する文書を送付いたしましたと明らかにしていたこれに対して BBC は X で「スマイルアップが、えー、先週公開した BBC に対する見解について BBC の声明ですとし私たちは自らのジャーナリズムに自信を持っていますとする書面を掲載した。 日本語のほか英文でも伝えたということで BBC の声明全文をちょっと読んでみますこのドキュメンタリーは BBC の厳格な編集ガイドラインに沿って綿密に調査され報道されました BBC は編集上の決定に際して常に慎重な検討を重ねており東山氏を含むすべての取材対象者が公平かつ正確に描写され必要なすべての反論機会が与えられるよう配慮しましたまあインタビュー見るとその通りですよ BBC はスマイルアップが設定したサバイバーとの面談においてその話し合われる内容のいかなる制限にも同意しておらず同社の主張を否定します。私たちはスマイルアップに対し同社が私たちに主張した全ての点を私たちがなぜ否定するのか理由を説明した文章を送付しました。私たちは自らのジャーナリズムに自信を持っています。これちょっと補足しておくと。 あのスマイルアップはあらかじめスマイルアップ側が、えーまあ、用意準備した、えー、被害者つまりスマイルアップにとって都合のいい被害者を、えー、BBC の、えー、取材クルーにあてがって彼らを、ね、取材するのが中立だとっていうふうに、えー、や,やろうとしたんだよねで,で,で彼らについては、ね、こっちがあてがったんだから あのスマイルアップの言う通りに報じてくれというふうに約束したというふうに「週刊新潮」で東山社長は言っていましたが僕はそんな約束はないはずだというふうに前の動画でも語りましたよね。ジャーナリズムっていうのは相手にとって不都合なことでも、えー、不都合な、まあ、あの印象になったとしても、えー、必要とあらばその内容を報道するのがジャーナリズムなので。 えー、取材される側にとってつよ都合のいい被害者をあてがわれてもそんな被害者を、えー、なんていうかなそのまま出すわけにもいかないわけですよだから、えー、放送前にこの被害者を出してくれと言われてもそんなの出せませんとしか言いようがないので分かりました出しますみたいな約束なんてありえないと思っていましたけどやはりそうでしたよねって話ですねなんじゃこりゃなわけですつまり えー、スマイルアップの東山さんが言っているのは放送番組に対して自分たちの都合の悪いことを、まあ、なんていうかな少なくとも都合のいいことを流してくれなかった恨みがあるんだろうけどそもそもあの、ね、僕は何度も言ってるけど広報と取材は全く別物です広報っていうのは自社のいい部分を宣伝したいためにあるわけだけど取材というのは不都合なものを、ね、それが必要とあらば報道するというのが取材です。 だから広報と取材の違いが東山さん自身が分かってなかったということで恥ずかしかったわけよね見ててところが BBC に抗議してしまったんであーあっと恥のる上塗りになるんじゃないかと思っていたら案の定 BBC に古典ン,ンにあの正論を吐かれてしまいましたっていう話ですねでこれについては、えー、ジャーナリストの松谷総一郎さんがヤフーコメントで、えー、適切に説明しているのでちょっとその文章を読んでみます スマイルアップが BBC に抗議したポイントは以下の2つです。1つ、東山社長の発言が本来の趣旨,趣旨と異なっている。2、セッティングした被害者との面談は公表しない約束だったのに公表した <laughs>、ね、!BBC は X の短い声明でこれらを完全否定しました。1に関しては公平かつ正確に描写をしたとし、2については話し合われる内容のいかなる制限にも同意しておらずと強く否定しています。 1>, 1については、表現重複を回,回避する編集技法であり、削除された東山発言が残っていたとしても印象は変わりません。2については、詳細が不明なので判断できませんが、BBC が取材過程を公開せずに、えー、当事者のみに説明するのはジャーナリズムとしてはまっとうな判断でしょうと。 でスマイルアップはこうした抗議によって BBC 報道の印象を変えることができると考えたのかもしれませんが結果的にはさらに広報することになり逆効果でしたそうですつまり東山さんが取材と広報の違いが分かってないからまあなんだろうなつまり愚かしい部分をあの、うんまあ、再び指摘されてしまったってことなんだ。 東山さんがこんなことをやってしまうってことは、あまりにも一般常識からかけ離れているんだよね。というか、もしかしたらだけど、僕はそんなに詳しくないけど、今までジャニーズ事務所っていうのは長らく日本のテレビ局あるいは新聞社も含めて、自分にとって、ジャニーズ事務所にとって都合のいい広報、えー、をやってきた。つまり、自分たちにとって不都合なことは、ね、報道するなよっていう、まあ、圧力を。 あのテレビや新聞にかけてもテレ新聞やテレビがそれに応じてくれたっていう歴史があったんでしょうねとだから平気で BBC に対しても不都合なものは映さないであるいは報道しないでっていうような念押しをしたんだろうけれども、まあ、そんなねジャーナリズムとしてそれはありえないわけですよ。 でも逆に BBC がこうやって毅然とした態度を取ってくれたので僕はて日本の新聞社もテレビ局もあのジャニーズ事務所今はスマイルアップだし、えー、そこから社員とタレントが移籍したスターティンエンテイメントに対してももっと毅然とした態度を取ってほしいと思います。でんでわざわざそういうメディアに対して注文をつけなきゃいけないかっていうと朝日新聞の」の、えー、5月3日に出た記事でね 報道,ンン報道の自由度ランキング、発表報道の自由度ランンキグ日本は順位下げ、下げ、G7 最下位の70位、報道の自由のランキングで、ちょっと読んでみます。国際 NGO ・国境なき記者団、本部パリは5月3日、2024年、今年の報道の自由度ランキングを発表。調査対象の180国、地域のうち、日本は70位。 ちなみに、まあ、あの去年は68位ですから、<laughs> 落ちてしまったんですね、主要7カ国 G7 の中で依然、最下位だった。同 NGO は日本の状況について、伝統の重みや経済的利益、政治的圧力、男女の不平等が反権力としてのジャーナリストの役割を、ね、頻繁に妨げていると批判。 2012年の第二次安倍政権の発足以降にジャーナリストに対する不信感が広がったとする一方記者クラブ制度がメディアの自己検閲や外国人ジャーナリストらの差別につなが,るとつながっているとしたまた世界的な傾向についてはランキングを構成する5つの基準のうち政治的な背景に関する指標が世界全体で悪化したとして国際社会でジャーナリストを保護する政治的意思が欠,欠如していると指摘した。 昨年10月7日にイスラム組織ハマスとイスラエルの軍事衝突が始まって以降パレスチナ自治区ガザ地区で100人以上の記者が死亡したことを例に挙げた1位はノルウェーで2位がデンマーク入った G7 ではアメリカが55位前年45位で日本に次いで低い順位だった同 NGO は、ね、アメリカに広がる偽情報が 国民がもはや誰,誰を信用してよいかわからない状況を生み出していると懸念を示した素晴らしいだから国際社会の中で日本は報道の自由がちょっとさすがに足りない国だっていうふうに認知されてるわけだよねそれはねあの政治の話だけではないよねあのエンタメの世界でも同じですよ で、まあ、このね、記事をあの受けてか、さっきもあの紹介したジャーナリストの松谷総一郎さんが5月4日のね、ヤフーのやっぱり記事で、ね、こういうこと書いてるんだよね。あの記事のタイトルがう、ねう「埋もれる殺意は過去の犯罪を許さないイギリス社会を描く」。ジャニーズ問題に対する日本社会とは大違いっていうね、まあ、そういう記事のタイトル。イギリスの民放局 ITV が, IT v がえ制作するドラマ。 埋もれる殺意現代は「アンフォゲッガッテン」「忘れられぬ」って意味だね、えー、2015年から昨年まで、えー、5, 5シーズンを放送した人気ミステリー作品だと、えー、1シーズン6話全体で約4時間半で一つの事件を描くこの作品はイギリスアカデミー賞に毎回ノミネートされるほどのクオリティで本国では人気も高い えー、日本ではアマゾンプライムや UNEXT、フ、えールーなどで見ることが可能。えー、5シーズンすべてで共通するのは、地中や川などから身元不明の遺体が発見されることだ。その謎を捜査するのは主人公のキャッシーことシチュアート・デカ、シチュアート・ケージ、ニコラ・ウォーカーが演じてた。 彼女は部下のサニーと共に捜査を進めていく見つかった遺体はどれも白骨化していたり一部が欠損していたりするなど手がかりは少ないキャシーを中心とする刑事たちはわずかな遺留品や遺体の特徴から被害者を特定し犯人を割り出していくただこの作品は単にミステリーとして優れているだけではない遺体はそれぞれ長い年月見つからなかった シーズン1の放題の副題は39年目の真実シーズン2は26年目の6年の沈黙とあるようにそれでも警察は事件と向き合って地道な捜査を続けるそれは遠い過去の犯罪に対しイギリス社会がどのように向き合うか我々にしっかりと伝えてくるこの作品の大きな魅力の一つはキャシーたちの捜査過程だと彼女たちは極めて地道に捜査を積み重ねていく。 例えば遺体とともに見つかった自動車のキーや骨折の際に手術で埋め込まれたプレートを調べそのわずかな手がかりをもとに被害者を見つ,見つけ出していくしかもイギリス国内だけでなくギリシャやフランスなどからも情報を得ることもあるそのプロセスは決して派手とは言えないがとても面白い特別なことはせず情報を多角的に精査することで事実を突き止めていくそうした刑事たちの描写と並行してまるで関係ないように見える複数の人物のエピソードも描かれていくだが 大体3話あたりからこれらの人物が事件の重要参考人であることが見えてくる、えー、埋もれる殺意の最大の特徴はこの構成にある本筋と関係ないように見える話がいくつも出てくるので当初は散漫に感じるが段階的にそれらが修練していく小説ではよくある構成だがドラマではあまり見かけないしかも事件と何らかの関係がありながらも必ずしも全員が犯人とは限らない。 鑑賞者は誰がが犯人かを予想しながら見る。途中に捜査会議で幾度か登場人物の整理もされるのでそんなにややこしくもないそして中盤から後半にかけて話が一つにまとまっていく過程は何ともスリリングだともう一つ興味深いのは事件の背景だとネタバレになるので詳細は書かないが未成年者への性的虐待やゲイ差別がたびたび描かれる前者は小児性愛がイギリス社会で強く問題視されることがさまざまな描写から伝わってくる。 後者はゲイの人たちが生きにくかった70年代90年代が、えー、事件の背景にあるなどとして描かれるここで想起するのは昨年から今年にかけてジャニーズ事務所の、ね、性加害問題を厳しく追及したのがイギリスの公共放送 BBC であることだ同局のモビン・アーザー記者がジャニーズ問題についての追及をやめないのもイギリス社会のこうした描写を見れば十分に納得できるそれは単なる感情論ではなく 児童虐待の被害者が超中期的にその傷で苦しむことが社会で認知されているからだ。これですよ子どもの頃からの虐待はトラウマとなって。 もう僕ははねあの、虐待される子のの痛みっていうのは次元爆弾だといいう,うによく言っています。だからその時は耐え忍んでたとしても被害リアルタイムの被害当時になんとか耐え忍んでも30代後半ぐらいからドカーンと次元心の中で忘れてた時限爆弾が爆発していきなりうつ病になっちゃったりいきなり睡眠障害になっちゃったりするんだよだから子どもの頃に虐待されるっていうのはすぐに何かあのもちろんすぐにね あの精神病になってしまってあの体の変調が起こるってこともあるけど時限爆弾のようにその時は何とか廃のでも後から爆発してしまうってことがあるわけそれがこれをね知ってるイギリスとそれについて知らない日本ではあまりにもさ子供の被害者に対するあの関心度っていうのが変わってくるよね。 またイギリスでは2012年にテレビ番組の人気司会者で前年に亡くなったジミー・サビルが生前に約60年間続けていた性的虐待疑惑が発覚して大きな問題となったこの事件を最初に報道したのが「ねね、埋もれる殺意」を放送した民放局 ITV だった、ね、ITV の告発からほどなく警察も動いた。 加害者は個人なので起訴されることはなかったが被害者の声を集め、えー、ちゃんと事件として既読化したその数は214件にも上り被害者は約480人あごめんなさい450人でその8割は若者か子供だったそこには BBC の敷地内で行われたサビルの性虐待も含まれているいいですか BBC の中で例えば NHK やテレ朝の中で と,いうことといここ同じで BBC で BBC BBC 一方この時、BBC、は報道に消極的だった当初 BBC の報道番組「ニュースナイト」は2011年にサビルが亡くなった直後に性的虐待疑惑を知って調査を始めたもののそのレポートは放送直前に入りとなったたつまり隠蔽したわけだ後の検証委員会の調査では上層部からの圧力は認められなかったが報道に消極的な姿勢が明らかになった。 BBC が今回ジャニー喜多川問題に積極的に取り組むのはおそらくこの時の反省だ、ね多。多分僕はその通りだと思いますよ、えー。これらの過去の犯罪における警察やメディアの姿勢はイギリスと日本ではやはり大きな隔たりがある。フィクションである埋もれる殺意にはイギリス社会の強い姿勢が反映されていると捉えていいだろう。対して日本では ジャニー北川氏以外にも、存命する社員2人が性加害行為を行っていたことが週刊文春と BBC の追及によって明らかになっているにもかかわらず、いまだに警察も検察も動かない、まあ、検察はまだ確か動いてないと思うけど、警察が動いてるかどうかは分かりません。3月30日の BBC の放送以降だと、まだ1ヶ月ちょっとしか経ってないから、動いていたとしたら初動調査の段階なんで、動いてますとは言いにくい段階、タイミングですよ、このタイミングでは。 今の段階ではだから動いてないかどうかは分からないけど動いてるかもしれないよ警察はねって僕は思いますよ、えー、メディアも今は、えー、私や朝日新聞や NHK 以外はスマイルアップに残されてる問題を厳しく追及しようとはせず、えー、民法キー局に至っては自己暗示のかのようにタレントに罪はないを繰り返してやり過ごそうとしているそう社長自身が言ってんだよテレ朝とかに言ってるでタレントに罪はないってあのさあとタレントはさ仕事でアイドルやってんだよ ビジネスなんだよ、ね、学芸会じゃねえんだよと。彼らが人気が出れば出るほど利益になり、その利益は事務所に入るわけ。そして、ジャニー北川が生きてた頃はは、ね、みんながうかいのうのようにさ、ねあの、稼いでくれるから、ね、あの左内ちになって、経済的な余裕が生まれて、それが成果外を繰り返す、まあ、言ってみれば時間的余裕、経済的余裕を作っていったわけ。つまり ね、アイドルが人気が出れば出るほど、ね、あのジャニー喜多川やメリーさんや藤島ジュリー景子を肥やしてきてるわけ。ちなみに、です、ねまあ後で説明する髪方ボーイズのレコードも、ストームレーベルスっていうところで、その社長は藤島ジュリー景子だよねと。だからあれが売れれば売れるほど、藤島ジュリー景子はウハウハになるだけなんだよと。それでいいんですか、皆さんって話ですよ。えー、で ここではテレビドラマに対する熱意の違いとしても解釈できるだろうと日本にも有能で意欲的なドラマ制作者がいることは否定しないがいまだに国内の放送で視聴率を取るために人気芸能人のキャスティングばかり優先されているのが実情だ本当だよねキー局もそれを優先するがゆえに報道に極消極的になりつつある民放局社長が定例会見で繰り返すタレントに罪はないとのクリシャの裏にはクリシャって繰り返しって意味ね 視聴率がが欲欲しいいとのの求が潜んででるその通りですねもちろんそんな日本のテレビドラマが動画配信時代に国内外で一時的ス競争力を失っているのは自明だ国内では韓国ドラマが大人気で埋もれる殺意のようにイギリスドラマも簡単に見られる最近はグローバルヒットするドラマもあるが概してネットフリックスの制作だ長らく業界政治ばかり重視してきたために日本のテレビ局からは多くの才能が失われたその通りです 大体昭和の終わりぐらいからかなあの優,秀優秀なディレクターは映画監督みたいにあの曲を辞めますよねだか,だから今残る人はまあ才能がまだわからないかそんなにない人がテレビ局の社員として演出してるんだよねで脚本と演出に力を入れて海外の視聴者を引きつける能力がないからこそ タレントに罪はないと念仏を唱えて旧ジャニーズタレントにすがり報道にも抑制的だその構図は、ね、も,もはや、ね、無残というほかないその通りですその逆に埋もれる殺意は動画配信時代だからこそ日本で多くの人に届く環境にある放送が中心だった時代にはイギリスのドラマを見る機会はなかなか得られなかったことを考えれば時代は大きく変わった鈍感で無責任な日本社会やテレビ局は埋もれる殺意から多くのことを学ぶ必要がある といいいううふうに松安一郎さんは指摘していますいや全くその通りだと思いますよ。ね。だけどおそらく日本で面白いものを局が企画したり局の、えー、正社員の演,演出がやったりしても、まあ、正直面白くないよねね。だから敵は他の局じゃなくて。 ネトフリアアマプラなんだよってことにテレビの,あの日本のテレビ局が気がついてないんだったら気がついていても改善ができないんだったら、まあ、テレビ局全体が落ち目になっていって、ね、どっかの,あのなんていうかなポットデのポットデノっつったらかわいそうだけど、まあ、資金力のある企業から極丸ごと買われる時代が遅から早からやってくるだろうなって僕は普通に思いますというのもねやっぱりじゃあジャニーズの 人気のあるタレントに頼めばいいのかっていうとさ、ね、そういう人たちはとりあえず今、スタートエンターテインメントに移籍してきたわけだけども、その移籍してさ、最初の,あのアイドルグループとしての、まあ、なんていうんだろう、最初のというよりも、まあ、話題作りなんだろうと思うけど、関西のアイドルグループ3組が、髪方ボーイズっていうね、あのグループ、3つのアイドルグループが、まあ、一緒になって髪型、髪方 ボーイズっていうのを作ったんだけども、まあ正直、その出した曲が、曲のタイトルが、無責任でええじゃないかラブなのよ。ええって話でしょ。だってさ、被害者がさ、もう1000人以上いると、ね、人類史上最悪の凶悪犯罪がジャニーズ問題なんだよ。さっきほら、ジミー・サビルですら約450人って言ってたでしょ、被害が。 その倍以上だよ、少なくとも、ジャニー喜多川による被害者は。だから人類史上最悪に決まってんじゃん。人類史上最、何度も言っとくけど、人類史上最悪の性犯罪、凶悪犯罪だったのに、なんでテレビや新聞がしつこく追わないのしかも、ね、ジャニー喜多川だけだったら、単に変な人がいたので終わりかねないけれども、ジャニーズ事務所の元社員2名も性加害をやっていたっていうことを、東山社長自身も認めているわけ。 ね、だから苦しんでる人はさ、ジャニー喜多川の被害者だけではないで、もっと多いんだよ。でもっと多いだけだったらさ、ねあの、もうピンとこないよ、もうあまりにもさ、あの深刻すぎてって思う,人かもし思う人もいるかもしれない。でもね、今までジャニーズのいろんなアイドルのファンだった人も、少しずつさ、やっぱりおかしいなって。 おかしいなってやっぱり気がつき始めた人もね、SNS を見てると増えてきてるなっていう印象です、僕は。もちろんみんなが180度パールがコロっと変わるわけじゃないよ。だけど、ファンの一部からは少なくともあの、やっぱりこれはおかしいと。無責任でええじゃないかみたいなタイトルを、で、楽曲がどんなに素晴らしくてもだよ。このタイトル一つだけで。 1000人以上で今も苦しんでいる被害者、今もう睡眠障害やうつ病などで苦しんだり、生活を受けたりして、なんとか生き延びてきた人たちをバカにするようなタイトルでしょ、無責任でええじゃないか、無責任でいいわけねえじゃん。そういう人たちに対する保証も満足に進んでないんだよ。ね、何度も言うけど、ね、満足に遅い、しかも安い、ね、遅い、安いで、しかも算定基準がわからない、ブラックボックスだ。 しかも、そういう被害,被害をあの自己申告したときに、自分の顔と名前が表に出ちゃったら、そこに対する誹謗中傷対策もスマイルアップはまともにやっていない。なおかつ、再発防止策も、ね、スターテンターテイメントですらもう曖昧なんだよ。だからもう何も解決してないの、ジャニーズ問題。で、ね、X のおそらく元ファンであろう人たちのちょっと。 なんていうか今回のそのなんていうかな、えー、上方ボーイズの曲である、えー、無責任で A ええじゃないかラブに対するリアクションをちょっと拾ってみますあの。誰かとかアカウントは言いません。こういう声がありますってことです。元社長を含む事務所ぐるみの児童性虐待がなかったパラレルワールドなら、あるいは100億歩譲って発覚する前であれば、そのタイトル、天才、さすが、最高って私も喜んだかもしれない。でも 児童性虐待はあって、旧事務所が無責任な対応を続けているのを知っている以上、喜べない、楽しめない、苦しい、これがまともなファンですよ。ほ、ねまあ、他にも、ね、ある人が言っています、ただ一言、性加害を受けた人たちを誹謗中傷することは間違っている。 ね、被害者はねだからあの誹謗中傷のは間違っている今すぐやめなさいと言えば良いこと誹謗中傷することも言論の自由って何とぼけたこと言ってるのこれは東山社長のことだね傷つけるために吐く言葉が誹謗中傷そこに自由なんかないあるのは非道な暴力だけまさしくセカンドレれって書いてあるね まあ他にもね、この無責任で A じゃないからブのタイトルに批判するのに誹謗中傷するのが多くなったねと、ね今でもなお1000人,あ1000人以上の子どもたちが被害に遭ったのに、被害者保障も誹謗中傷対策もせず、えー、東山氏は警察に性加害したスタッフを警察に報告しなかった、ジャニーズモードは終わってないんだよという方もいらっしゃる。まあ、他にもちょっと探してみよう。 例えばこういうのもある、ね、私の書いたポストに抗議を書いてくる方もいる、再起しようとする人をいじめると見るんですねと、でも圧倒的権力で再起できないくらい各方面に圧力をかけてきたのがジャニーズ事務所で、ジャニーズ問題、無責任でええじゃないかという歌で、ジャニーズを引き継ぐ事務所から再起しようとしているのは異常、まあ、ここまで言う方もいらっしゃる。ねね 元社員他にもね、元社員2人による性加害事案はどうした東山さん、把握してると BBC インタで明言したのに、権限がないという意味不明語を語り、ね、不対応を正当化してみせたのはなぜなんだと、まさか非申告罪であることも知らずに、ね、大性加害の保証会社社長をやってるわけじゃないことだけは祈ってますと。多分けど、知らないんじゃない非申告罪だってことを。東山社長は。 うん他にもね、スマイルアップ社、BBC への抗議文に黙っててって言ったのに暴露しちゃってってクレーム入れたら、BBC, BBC から、何も花から同意してませんよと、どうしてあなたの抗議文を弊社が全部否定してるのか、一つ一つ教えてあげるからねって返事が来てる、恥ずかしい。そう、日本企業として恥ずかしいよね。 で他にもね、戦脳って怖いです、同じジャニーオタでも分かってる人はいるんですけど、いかんせん、馬と鹿の声が大きくでかすぎると、理屈も何もあったもんじゃない。で他にもね、えー、なんでこの時期に、無責任、A、えー、じゃないか、ラブなんていう反感を買うに決まっているタイトルの曲を出すのか、それは敵を作った方がむしろ、えー、ジャニーカルトの結束が高まるということを狙っているようにも見える。 末期のオウム真理教を連想させられる危険な状態に見えるっていう人もいる他にもね被害者に寄り添う気持ちはゼロというよりもはや被害者を敵視してる誹謗中傷軍団とスマイルアップは根底は同じなのではっていう人もいる、うん、他にもねあの日本の芸能界にはやけがさしたというか音楽すら聴けなくなってきました 今後は海外の曲をいいていこうかな自分の意見くらい言えるアーティストでないとげんなりします子供じゃないんだから。ね。まあ他にもいろいろあります。あのね絶賛してる人ばかりではありません。あの上方ボーイズの「あの無責任でええじゃないかラブをね」。 絶賛してる声が一部にあるのは多分小さな子どもたち高校生や大学生とかでまだ社会を知らない実社会知らないっていう若者たちもいるしその実社会のリアルから現実逃避したいので、えー、アイドルにはまってますっていう中高年の、まあ、おばちゃんたちもいるわけだよねだから現実逃避してるっていうことを自覚すればまた変わってくるよねあの やっぱりさすがにさ、と、被害者が一人でお亡くなりになったりしてる、もう命の問題になってるようなことなのに、無責任でもええじゃないかっていうタイトルはさすがに不謹慎だよなっていうぐらいは、気がつく人いなかったんですかね。作ったのは、ヒャダイン作詞・作曲、まあ、タイトルは、ね、誰か、アイドルのやつが作ったんだとか言ってるけど、印税はヒャダインに入るわけだからさ、ヒャダインさんもさすがにこのタイトル、通ったらまずいだろう っって思わななかかたのかなしかもこれを、ね、あの歌ってる 3, 人あの3つのグループっていうのはスターテンエンターテイメントと契約してるわけだから福田敦史社長はこのタイトル聞いて止めようとしなかったってことだよね。このままリリース配信されるわけだからさ。でもね一つだけね怪我の巧妙というかさあまりにも髪方ボーイズの「無責任でええじゃないかラブ」っていうので。 って思ってる人が増えれば増えるほど、あるいは、あの、髪方ボーイズの,その無責任でええじゃないかの話題を SN、SNS でやればやるほど、あーって思う人、やめてくれよ、不謹慎だよ、ねって思う人が増えれば増えるほどですね、チェンジオルグで始まっている赤坂署へジャニーズ事務所元社員の性加害について捜査をしてくださいという署名が、ものすごい勢いで増えるんですよ。 1>, 1週間ちょっとぐらいでもう5000人突破しましたよ。はい。だから、まあ言ってみれば、スタートエンターテインメントのタレント、もしくは、えー、スマイルアップの東山さんあたりが、まあ、やらかせばやらかすほどですね、早くあの赤坂署に、あの元社員、性加害の元社員の捜査を早くやってくれっていうふうに署名が増えるんですね。僕はすごい興味深いと思った。僕はそこに希望を感じます。 やっぱりこのままじゃいかんなと思ってる人が増えるってことはいいことですからそういう意味では上方ボーイズが無責任でええじゃないかラブを、ね、あの人気が出れば出るほどアンチというよりもちょっとさすがにそれさ人がなあの亡くなってる話だから、ね、もう被害者ですって言われて誹謗中傷されて一人で亡くなって遺族もあって遺族の方々に 無責任でえーじ,ゃえー、じゃないかって歌えますかねえあのグループの中では結構年齢が高い横山君とかさ関西でしょ大阪の山中で誹謗中傷された被害者の男の方が亡くなってるんだよ。その人の遺族奥さんに向けて「無責任でえー、えー、じゃないかラブ」 言える歌えるる歌テレビつけたらば、ね、ワイドショーが無責任で「ええじゃないか」の映像を流してたりするよ。下手するとラジオからも流れるかもしれない。あるいは YouTube 検索してたらおすすめに入ってきてしまうかもしれない。心臓止まるよねえ。まさかそれじょ悪い冗談だよねってやっぱり思うじゃない。 その遺族の奥さんにとってはさ旦那さんはずっと性被害を言えずにいたわけだよ奥さんに。で自分も顔と名前を出してちゃんとこれが事実であることをね一人でも多くの方に伝えたいと思って SNS に出たら誹謗中傷を受けて家族の写真まで晒されて追い詰められて大阪の山中で亡くなったんだよね。 その方の気持ちを思う,思うと、そして残された奥さんの気持ちを思うと、僕はもう何とも言えない気持ちになっちゃう。その奥さんの前で、髪方ボーイズみんなで集まって、今から無責任で A ええじゃないから歌いますってできんのかあまりにも無神経だって気がついてほしい。ファン,ファンにも、ね、気がついてる人が出てるんだから。 せめて曲のタイトルを変えるか、発売を自粛するかしてほしいなと僕は思う。なんで、ただでさえ被害を受けて辛い人を誹謗中傷したり、誹謗中傷するかのように、無責任で、ええー、じゃないか、らぶって歌っちゃえるの。で、笑てろ、笑てろっていうふうにさ、まあ、うね、歌う場、うん、もんって笑えねえよ。 はっきり言って人が亡くなってる話だから誹謗中傷でも人はお亡くななりになるんだよ。だから僕は東山さん真っ当な批判も世界中から受けてるかもしれないけれどもその批判だけでも東山さんはあれなんか俺間違ったことやってんのっていうふうに思い直した時に彼自身のメンタルもやられてしまうんじゃないかっていうぐらい心配してるよ東山君に対しても。彼自身はメリーさんの 全体主義的なさ、ジャニーズのガバナンスのやり方しかしおそらく知らないんだよ。外部の人はみんな敵みたいなさ、で、メディアはコントロールできるんだって思い込んでんだよ。だから広報と取材の違いがわからないんだよ、東山君。僕は、まあ、いろんなところでね、まあ、ジャニーズと関わりのある人、まあ、誰とは言えないけども、まあ、そういう関わりのある人たちから、東山さんにいろいろいいアドバイスをしても、 聞き入れてくれないんですよって声も聞いてるわけだ。でこれはもうダメだなといろんな専門家に相談したところで彼自身が人の話を聞けない人であるならば彼自身が本当のことに気がついた頃にはもう自分で自分を責めて鬱になったり自分を責めすぎていろんな想定外の悲劇まで起こってしまうんじゃないかと思うからファンの人も含めてね ファンがやっぱり支えだからさ、いい意味でいい意味で支えだから東山さんともうそろそろね元社員が性加害をしてクビにしたならばそのサインは警察に情報提供しましょうよと東山さんが言った方が一番綺麗な形ですよってでないと突然に初動,初動の調査で任意の児童聴取に呼ばれたりさあるいは 訳けを固められて一斉の仇宅捜索が、ね、あのスマイルアップやスタートエンターテインメントに入,る入らないとも限らないんだよ。まあ、それはタイミングだと思ってると。だから僕はなるべくね、東山さんが社長としては、ね、クビにした、ね、性加会社員がいるならば、その人について警察にまず情報を言う。でもし東山さんがやらないんだったら。 ね、せっかくスターエンターテイメントに移籍してきたスノーマンとかさ、なにわ男子とかストーンズとかの人たちが、もう東山さん動かないなら、うちらがやりますってやって、ね、あのうちらが来ますって言って、それこそさ、その超人気のさ、ね、あのスノーマン、ストーンズ、なにわ男子が赤坂署に行って、ね、社長が動かないんで俺たちが来ましたってね。ぜひ あの昨年9月に辞めた元,あの元社員、成果がしたって本人が認めて辞めてるんで、ぜひ取材してくださいって言ったら最高にかっこいいけど、本当は東山さん自身が行くべきだし、東山さんがどうしても行かないんだったら、スタートエンターテインメントの福田敦史社長が自ら百1番か、笠課所に出向いて、すみません、うちの,あの元,元ジャニーズの東山さんが、どうもなかなか行かないんで、私がちょっと来ましたみたいな形で。 あのなるべく情報提供を、だって、社員までさ、スタートエンターテインメントに移ってきてるんだから、社員から情報収集して、分かるへんところは全部先にあの赤坂署に提出して、まあ、これだけの資料があるんで、よかったら捜査を検討してくださいとかさ、そ,そのぐらいのこと、福田さんやってもいいはずだよ。海は全部出しとこうよ。出ないと、海全部出そうっていうのにならないと。 全容解明まではなかなかいかないかもしれないが、少なくとも性加害の社員は今、野放し状態で都内近郊のどこかに再就職してて、そこには子供がいる職場だったりするから、どこだか分かんないけども、そこでまた再犯を重ねる恐れもあるわけす。でにもう性加害してるから、性犯罪はしてるのよ。してる人は再犯可能性が高いんだよって言ってるわけだから警察としては、なんで性加害をしたのか、どんな内容なのかをその男を取っつかまえて、 任意の自動聴取までやらないとおかしいよって話だ、最低限。そうすると、もしかしたら芋づる式に他の社員も性加害してたとか、ね、被害者一人じゃなかったとか、あるいはまあ有名なあになっちゃってるアイドルだから、もう今,今更その被害者の名前はもちろん出さないけれども、えー、加害者がとっ捕まえると。というところまでは警察やってもいいんじゃないかなと思いますよ。 でも福田さんが動かない、東山さんも動かないとなると、アイドルの中にはみんながみんな、100人いたら100人全員同じ考えとは言えないんで、例えばあのスタンエンとの契約を断って、移、え、籍、ーね、もしなかった人たちの中から、もしかしたら警察に情報提供を始めてる人もいないとも限らないしね。だそういうことを考えるとさ、僕は一番かっこいいのは本当は。 どうせ東山さんが行かないんだったら俺たちが行きますってって俺たちの先輩後輩の、ね、中でそういう、ねえー、情報を持ってる、ねああのね、タレントやジュニアがいたらそういう情報全部警察に渡しますってスノーマンとかストーンズがあったらいざ警察に踏み込まれた時にねっ もっとイメージが悪くなっちゃうでしょ、今よりもスマイルアップやスタートエンターテインメントは。でも、その踏み込まれるガサ、警察のガサが入る前に、スノーマンやストーンズやなにわ男子が、俺たちは先に警察に協力してましたっていうと、イメージダウンにならないんだよ。だからこそ、スノーマンストーンズ t o なにわ男子、頑張れ。お前たちがやめろ、あのもう110番、ねえーね、福田社長がやらないんだったら、俺たち行きますと。 ねえあるいは俺たちもう来年の,あの契約は更新しませんとか言ったら君たちの方が発言力高いんだからね僕は何度も言っとくけどスノーマン、ストーンズ、なにわ男子が今抜けられたら多分来年スターテンターテイメントは多分ビジネスできなくなる可能性があるよとだって稼ぎ頭がいなくなるわけだからね君たちの方がアイドルグループの方がスターテンターテイメントにとっては発言力が高いんだよ だから一斉にみんなでスクラム組んで、俺たちはね、髪型傍受じゃねえんだよと、ね、事務所の,あの迂回の腕はないんだよと、俺たちは俺たちの考えで、社内にそんな社員がいたならば、正加害社員がいたならば、俺たちが行く俺たちはリアルヒーローになってやるっていう風にやった方が、いざって時に踏み込まれて、警察のガサ入れで踏み込まれて、ああ、そこは結局全員真っ黒だったんだなっていう風に思われるより、マシだと思うので、 僕はなるべくね、東山さんがや福田さんが動かなくても、アイドルグループに動いてほしいなと思います。その方がファンを裏切らずに済むと思います。というわけで、皆さんはどのようにお考えでしょうかぜひ、動画の下のコメント欄に書いていただけるとありがたいです。で、えー、でこ,こういう動画が大事だなと思ってもらえれば、いいねボタンを押したりですね、この辺にある、あの共有するとこクリックして、Facebook や、えー、Twitter やあー X か、えー、LINE などに拡散してください。本当に皆さんの拡散が、 僕の希望です。ね、子供を守,り守れる社会に作るもう第一歩だと思って、ぜひ拡散してくださいで。毎週金曜日夜9時から生配信もしておりますので、チャット欄に書きたい方はですね、ぜひ、えー、この辺にある僕の顔写真をクリックして、えーあの、チャンネル登録をお済ませください。ということで、また見てくださいね。もうじゃあまたね。